うちの今岡はアーティス。え？何この？それでは読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。大谷が何を見た。バッターは2番に入っている近藤。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ファウルゾーン追いつくか。どうだ、入れました。ファウルボール、打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには指名打者の広沢。ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが、たった3球で初球打ち、高く入った。いいボールでした。この神の親指が交流しました。一つ打っていいですか。ファーストの横抜けました。ランナー出ました。ヤクルトスワローズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは5番岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター、レフトに強い打球。レフトが追いかけますが、頭を越えました。バッターランナーは二塁まで。マキシューゴ。おー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 、マキシューゴ。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。死んで。さあこれからスワローズが守備につきます。噛みました。一点じゃないな。大山が打席に入ります。まずは追いつくためにも先頭バッターを出していきたいところです。これは腕を振るときに緊張が、これは大きな変化球。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ちょっと痛いと思いますね。バッターランナーは二塁と。さあそして打席には岡本が入っています。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。まあここで追いつかれないようにしないといけませんよね。なるほど、そうですよね。外が回った、抑えた。素晴らしい守備を見せた。ファウルボールです。インサイド打った。ファウルボールです。安定してますね。さあ3球目は何か。大谷から打ったの。このピンチ見逃しで三振を奪いました。最高。センターへ、ここはフライになっています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。2回の表に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃。バッターは青木。ハイになっちゃった。スワローズ1点リードで迎え、切れていきます。ファウル。いやマジ嬉しい。そうつなげますよね。変化球入りません。落ちる球を持ってきました。球がまんま良くなってきてますよね。そう、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。8番バッターはキャッチャー中村。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはショートライナー。バッターは9番に入っている吉川。ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。2球目打ちました。今岡、一塁アウトで、リーアウトチェンジです。めっちゃ溜めてます。ジャイアンツ最後の攻撃になります。アーチスが打席には5番バッター坂本。スワローズ1点リードで迎える最終回です。まだ最低限です。しっかり抑えていきたいですよね。まあまずは先頭バッターでしょうね。この状況では絶対出してはいけませんよね。そうですよね。さあここを引っ張った。サード取った。アウト、ワンアウト。ここにバッターボックスには6番福留。キューとします。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。アイワイ回線の、ラビットのできます。スワローズピッチャーに変わります。マウンドに上がるのはアイワイ回線のでご存知のライトの初球は何から入ってくるか。ウサギちゃん、
最初は変化球できました。ボールになります、はい、インサイド落ちました。吉川が掴んでツーアウト。バッターは7番に入っている今岡。ツーアウトになっています。スワローズピッチャーが変わります。右バッターが続き気持ち悪いと思ってますか。手を振ってください。さあまず1球目、まあ、ファウルになります。入になっているのに稼いで低めのボール入りました。あっという間に2ストライクです。普段はこんな感じでいます。3球目打ちました。野田球は落ちそうだ。一塁線落ちてフェア。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス山本、ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルボールです。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる。ライト前ヒット。サヨナラのランナーも出してしまいました。さあそしてバッターボックスには甲斐が入ります。さあ長打で一気にサヨナラも考えられる局面。バッターボックスには代打の吉田。ちょっと待って、嫌な予感ですね。この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。これもアウトコース、まあ、ピッチャーからすれば今のは振らせたいボールです。ここは見極めました。先週だね。最後はライダー掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。見事嫌な予感断ち切りました。あぶねー、日本シリーズ再現するとかやった。ギリギリセーフ。ガチの方でギリギリセーフ。なんで BGM なんで。まあ勝てたんであると思いました。